ベタニアとは、新約聖書に登場するエルサレム近郊の地名で、マリア・マルタ・ラザロ兄弟の住んでいた土地である。現在オリーブ山の南東陸にある、パレスチナ人の村アルエーザリア・アルエーザリアにあたると、されている。イエスは、エルサレムに入る前に、ベタニアに滞在したとされており、福音書に、ラザロを生き返らせる話や葬りのための行為を、塗られる話が書かれている。 下って、中世には1138年、十字軍により、作られたエルサレム王国の女王メリザンドがこの地に、修道院を創立した。メリザンドはここで没し、孫娘のシビーイユもここで育った。ベタニアという地名は別に、ヨルダンガー東岸にも存在し、ヨハネ福音書1時28分で、洗礼者ヨハネが洗礼を授けていた場所とされる。近聖書ではここは、 ベタニアではなくベタバラとなっている。これは、四式七時二十四分のベトバラ、あるいは、吉脇十八時二十二分のベトアラバと同じとも言われている。ありがとうございます。